チップマンクマーク22デハビランドカナダ DHC-1 チップマンクはカナダのデハビランドカナダ社が開発したレシプロ練習機。チッピーの愛称で親しまれた。なお、チップマンクとはシマリスの意。これまでカナダに輸入されたデハビランド社製航空機の整備やライセンス生産を行ってきた。 デハビランドカナダ社が初めて自社設計した機体で、デハビランドタイガーモスの後継として開発された。1946年5月22日に初飛行。カナダでの生産機数は218機だったが、イギリス空軍が初等練習機として採用を決定したことで、イギリスでも製造されることになり、1014機もの大量生産が行われた。 このうち735機がイギリス空軍に納入され、残りは海外へ輸出された。また、ポルトガルでも60機がライセンス生産された。タンデム複座の単用機で、膠着装置は固定式。エンジンはタイガーモスと同じレハビランドジプシーメジャーを搭載した。構造は基本的に全金属製だが、主翼後半部はハフバリであった。 カナダ製の機体のほとんどはバブルキャノピーを装備しており容易に識別できる。頑丈な機体であるため1990年代まで運用した国もあり、現在でも民間に払い下げられた機体が500機以上飛行している。DHC-1B-2S5 エアロストラクチャーズサンダウナースーパーチップマンク。ありがとうございます。